72名の方々、NHK 内でその組織改編に反対しているというふうに伺っております。そういう人たちにもぜひ、お話を聞いていただきたいと思います。我々は例えばチコちゃんに叱られる、そういう番組を作っている、そのいわゆる文化教育の部門の方々、特に、よく E テレやなんかに良質な番組を流している NHK の皆さんには感謝しております。しかし、NHK の偏向報道については非常に許し難いものがある。特に NHK は政治部が主導して非常に誤った情報を人々に、国民に植え付けています。そしてその犠牲がその72名の文化教養部門に及んでいると、組織改編に及んでいると言わざるを得ない。そういう意味で皆さんに、 NHK 本局の方々に、そしてここ公園通りから渋谷から登ってきた、人々に話を聞いていただきたくて今日ここに参りました。自分は NHK の記者あるいはディレクターに非常に多くの仲間がいます。仲間というと、まあ、いわゆる友人がおります。その方々が口々に言うのは、やはり地方局はいいのだけれど、あるいは社会部はいいのだけれど、結局何が今 NHK をつまずかせているか、あるいはデマの元になっているか、これはひとえにこの NHK 本局の政治部だと、総理番やあるいは内閣記者会、こういうところにいる政治部の人たちが、名前を挙げて申し訳ないけれども、岩田明子解説委員の元、あるいは小池報道局長の元、官邸の現職を溶かしているというふうに聞いております。例えば、ちょっとこれは例として申し上げますけれども、同じ、公共放送イギリスの BBC では、政府がエンディングで、要するに放送終わりで、国歌を流せというふうに言いましたが、 BBC はこの国会議員の要求に対して、国歌と同盟のセックスピストルズのパンクロックをかけたと。そこまで体制に対してこびることは絶対やってはならないという覚悟でいるわけです。翻って NHK はどうなるか、同じ公共放送で果たしてこういうふうな政府に反旗を翻すような真似ができるのか、これは今の NHK の報道具合を見てるとできないでしょう。一つ趣旨的に例を申し上げていきます。国連条約に入るためには共謀罪が必要と言いながら、国連に共謀罪はプライバシーの強化に配慮していないのではと疑義を呈されると、国連に抗議すると政府は言い出します。一種世界中の笑いものですが、 NHK、産経、読売などはほぼ政府の情報統制下にあり、国民はその事実さえ知らされていません。産経においてはおよそ1割の職員がリストラをせざるを得ないほど窮状に陥っています。これは産経の報道の仕方がおそらく局の言い分に近いからでしょう。同じように NHK は放送局の産経新聞かと、局部放送なのかと見まがうような事例が多々あります。私は、NHK の受信料を払っておりません。契約はしているけれども払っていない。これは受信料を
払うことを凍結しているといわゆる NHK の放送犯罪、我々の知る権利に応えない、そうした放送に対して抗議するためにというか、そういう放送法違反について許しがたいものを感じているから、これは、受信料を払わないわけです。皆さんも辺野古のこと、沖縄のこと、あるいは、政府の都合のいいような報道しかしない、我々の知る権利を犯している NHK に受信料を払う必要がありますか。基本的に我々は知る権利にちゃんと答えてくれる放送に対して受信料を払うけれども、その知る権利を侵害している NHK に我々は受信料を払う必要はありません。さて、北朝鮮の話にちょっと、移ります。北朝鮮、南北会談の時に、NHK が言ったのは、北朝鮮の狙いが米韓同盟の分断にあるのは間違いありませんと。我々はこの発言を決して忘れません。 NHK の判断で米韓同盟に分断にあるのは間違いありませんとなぜ言い切れるのか。まともに分析をすれば、米朝が南北会談自体は非常に歓迎すべきことなのに、どうも官邸の意向が働いているのか、米韓同盟の分断ということを前面に押し出してくれ。 NHK はスクランブル放送にすればいいんですよ。緊急時だけオンになって普段見たくないものは見なくて済む、そういうふうにすればいい。なのに NHK は今いわゆる通信の世界にまで入ってきて、ネットの世界にまで入ってきて、ワンセグ携帯を持っている人、テレビを持っていないけれどもパソコンを持っている人、こういうところにまで受信料の網をかぶせてこようとしている。そしてそれは政治案件なために、 NHK はおそらく言いたくても言えない官邸機関、あるいは政治機関ができない、おそらくそのことが根底にあるでしょう。受信料を通信から取る、皆さんスマートフォンを持ってるだけで受信料取られますよ。こんなもん払う必要はない。まともな報道をしている NHK なら、まだしもまともな報道をしていない NHK にそれを払う必要はないということです。参議院の総務委員会、山下議員が NHK 関係者のライブ告発、これに言及しております。ニュース番組の編集責任者に、編集責任者、いわゆる NHK は編集というのがニュースの各ニュースにおりますが、編集責任者に NHK 幹部が森友問題に関し細かく指示をしている、内容はトップでは伝えるな、放送は3分半以内、厚木氏の写真は使うな、前川元文部科学事務次官の話と連続して伝えるな、国際放送で安倍総理の会見を流すように発破をかけられている、そういうふうに告発が、内部告発があります。実際これは自分の友人から聞いた話とほぼ一致しております。前回2月の初旬ですが、同じような話をここで私しましたけれども、まずは例えば2018年4月昨夜の NHK ニュースウォッチは自衛隊少佐による、野党議員へのお前は国民の敵だという暴言事件を一
のことも報道しなかった。1時間枠番組なのに226事件を想起させるような重大事件、いわゆる文民統制を外れた、あるいはシビリアンコントロールを外れた発言、これを1秒も報道しておりません。小池報道局長は安倍氏に、安倍総理の不利と見るや、国民の知る権利をたやすく無視するのかと、これは公共放送かと、まるで国営放送ですよ。今の NHK は皆さんが知らされていないべきは山ほどあります。公共放送の使命は権力の監視と、あるいは批判と、そういうことにあり、あるいは真実を報道することにあるのだけれども、政権に都合のいい聞き取り方をして、 NHK はそこだけ放送をする、非常に許しがたい行為です。昨年の豪雨の際、西日本の豪雨災害の際に、その警報が発せられた当日に自民党、安倍総理もいましたけれども、自民党で、市民赤坂党という会合というか、単なる飲み会ですけども、それをとんちゃん騒ぎしていると、それは広く知れ渡っていることではありますけれども、翌日大野事件の死刑執行のことは伝えても、この赤坂自民邸のことは一秒も伝えない。何をやってるんだと、災害報道こそが NHK の基本じゃないかと、この大野事件の死刑執行と同時に流された西日本の豪雨災害、この豪雨災害は現在進行形で起きていることですよ。これを報道しない NHK に何の公共放送を名乗る資格があるのかと、だから受信料を払う必要はないと言ってるんです。皆さんにはこれからリレートークで、NHK の今の残状、我々が思っている NHK と今の NHK、 かつての NHK と今の NHK が違うことを、皆さんにルールリレートークで話していきたいと思います。皆さんこんにちは、場所をお借りしております。私は政治に関して全く無関心、放置していた人間ですけれども、今いろんなことに気づき始めて、ニュース、国会などをよく見るようになりました。その中でこの前の沖縄の、県民投票結果が出ました。本当にですね、沖縄の方々がみんな必死になって一丸となって投票に足を運んでくれたこと、国民の一人として本当に心から感謝すると同時に、これを沖縄県以外の私たちがこのバトンを受け取って、また新たな一歩を前に進まなきゃいけないな、そういう思いでいる中で、今日ここにいるこの目の前にある NHK のあまりにもひどい、あまりにもひどい忖度放送、それに対してですね、ちょっと異議を申し上げたく今日来てまいりました。ありがとうございます。いや本当に笑っちゃいました、あまりにもひどかったので。まずその県民投票の結果が出た時、 TBS の方はですね、8時オンタイムです、8時に速報で県民投票、反対の方が、もう確実だろうというような速報が流れたのに対し、 NHK は10時過ぎでしたかね、速報が出たのは。とても信じがたい、もう公共放送というのに値しないような時間帯だったわけ、ね、なんですけれども、この次の日になって、4時半から私 NHK の放送を見ていました。もう笑っちゃいました。
県民投票の結果を報道するよりもゾウさんの相性が決まったとゾウさんの相性と沖縄の県民投票どっちが大事なんだと。それだけじゃない、スイーツスイーツの報道をしました。笑っちゃいましたよ、 NHK の政治部の皆さん、編集責任者の方々は一体どんな思いで今そこで仕事をしているんでしょうか。それだけじゃありません、いろんな思いでですね、私は別に天皇万歳というような人間ではないんですけれども、その天皇皇后が沖縄の方に向けて作詞作曲された曲をですね、沖縄出身の三浦大知さん歌手が、歌い手の方が歌っていられました。それに関して一切触れることなく、沖縄という言葉を一言も言うことなく、天皇皇后のゆかりのある曲ですと、たったそれだけしか言わない。どれだけ政権に忖度するのか、もう皆さん気づいていると思いますけれども、辺野古の県民投票、あれだけ反対多数だったにもかかわらず、次の日にも、政府は埋め立てを続けております。要するに県民のその民意に応えていない、全く無視している。国会でもそれはもうはっきりと言っています。決まっていたからというたった一言です。決まっていたらもう何をしてもいいのかと、本当に日本の民主主義はどこに行ってしまったんだ、そういう思いでいます。私たちは放送を見て、そしてそれを信じて、いろんな方たちに大切な情報を伝えている中で、あまりにもひどい NHK の政権に忖度するこの放送、ジャーナリズムはどこに行ったんですか。ジャーナリストの方は政権を監視する立場です。政権に立ち向かうのがジャーナリストなんです。それをやらない NHK、 あなた方はジャーナリストではない。本当のジャーナリストを見てください。私は知り合いの方でジャーナリストの方が何人かいらっしゃいます。中には最近のこの政府の流れに、そして国の日本の方々がこの真実に気づかないということにあまりにも悲しい思いでですね、自ら命を絶っている人もいるほど、本当のジャーナリストの方は悔しい思いでいるわけなんです。今のこの日本の状況を、それを知っているのか知らないのか、 NHK の政治部の方々はまたこれもひどい放送しました。この前の国会、野党の方が素晴らしい答弁を、素晴らしい話をしてくださいました。このように話したんです。これはですね、自民党、その政権の統計不正の問題に対して、このように言いました。国民は誠実で本質をごまかさない、正直で信頼ある政治を求めている。最大の戦いの対象は実は安倍政権でもなければ自民党でもない、この国民の諦めなのではないか。国民と共にこの諦めと戦うために、まずは私たち自身が確固たる意志を持って自らを励まし、自らの絶望や諦めと戦い続け、そして共に国民と共にある、その姿勢を示し続けなければなりません。このような素晴らしい話をした野党の答弁を一言も流すことない、この NHK は
なんとその野党の方が国会で水を飲むシーンだけを切り取り、水をたくさん飲んで、議長から注意されている、そんなシーンを作り出していたんです。こんな放送が許されるはずがありません。そしてどんな打ち合わせをしたのか知りませんが、自民党の方がまるでこの放送を知っていたのか分かりませんけれども、こんなことを言っています。国民の誰一人として無駄な時間の浪費を望んでいない。どうして気づかないのか。こんなところを切り取り、あたかも野党が無駄な話を国会でダー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 して、水を飲んで議長が注意されて、そんなこんな茶番劇よく作りましたね、 NHK の皆さん。信じられません。本当に信じられない。私は本当に政治に無関心だったんです。全く知りませんでした。恥ずかしい話をします。私は政党の名前は自民党という名前以外知らなかった人間です。そんな私が今はこれはおかしいなということに気づいて、今勉強している立場なんです。あまりにも今の政権、自民党の民意を無視したやり方、これは沖縄だけの話ではありません。そのうちここの渋谷を歩いている私たち一人一人も被害者になるでしょう。後悔しないためにも今日立ち上がらなければいけない、そんな思いでいるわけなんです。この後この怒りはですね、私だけじゃないので皆さんにトークリレーで渡していきたいなと思います。それでは平成29年の NHK の事業収入は約7100億円であり、そのうち国民からの受信料は約6900億円、これは収入の約 97% を受信料に頼っているものであります。NHK が言うように、まさに国民がスポンサーであります。その国民がスポンサーであるという観点から見た場合、公共放送である NHK は、一義の義務として、国民に対して正確な情報、事実を伝える必要があります。特に国民の生活や生命に関わる政治災害の報道に関しては、より客観的な政治団体、公平公正な報道姿勢が求められます。しかしながら今の NHK、他のメディアにも言いますが、政府の言うところの公平公正という名の圧力に屈し、政府に都合の悪いことは極力報道を控える、または報道してもへりくつ、非礼、もしくは賠償をかけて政府の全てを正当化するようなミスリードがあまりにも目立ちすぎています。本来メディアの役割は権力の監視も担っており、一つの事実においてその確信をつき本質を語り、時には批判するべき時はするという行為は全く報道の公平公正に反するものではありません。ではなぜそのようなことが起きるのか。NHK は先の戦時中、国の宣伝機関だった教訓から、いかなる国家権力や資本権力にも介入されない公共の利益の目的とした独立性のある特殊法人でありながら、その運営方針を決める最高機関である経営委員会の人事権は衆参国会議員の同意を得た上でと言えど、実質的には時の総理が握っていると言っても過言ではありません。これは条件さえすれば政府が公共放送に介入できるということであり、現に今の NHK 経営委員には安倍総理をはじめ自民党議員の8割が所属すると言われている国会権威主義団体日本会議の代表員が複数名を連ねており、報道局長にも安倍の意を組むことで知られている小池不二雄なる人物が抜擢されております。政治が政権に都合の悪い要素を流さないよう常に目を光らせており、これを局内では K アラートと呼ぶそうですが、これはもう立派な政府による公共放送に対する介入であり、
これに対して異議や反対の意思を表示できない NHK にはとてもその公共性を語ることはできません。しかも NHK 自身は今のように反強制的な受信料を調整する資格もありませんし、ましてやネットにも受信料を課すなどというとんでもない話です。NHK では今春、縦割り体制の見直しを目的とした組織改編を行うということですが、これは建前で、安倍政権にとって過去の ETV2001 問われる戦時性暴力で慰安婦問題を扱って以来、常に政権にとって都合の悪い、または刺激する番組を作り続けた文化福祉番組部の事実上開催が目的であることは明白です。 ETV 特番やハートネットテレビが視聴率だけを見れば高くないものの、さまざまな社会問題やマイノリティに寄り添う良心的な番組です。視聴者の意見も聞かずにこれを解体するということは NHK 自らメディアとしての最後の良識を捨てるということに他なりません。そうだ幸い文化福祉部の職員72名全員がその会見に関して納得できない旨の要望書を政策局に対して提出しました。私たちはこの職員たちを断固支持応援します。 NHK には今こそ公共放送本来のあり方を考えてもらうことを強く望みます。最後にある方から NHK 全雑誌で紹介された言葉を送ります。NHK 職員は公共放送の責任をよく自覚する必要がある。自分の主義や主張、イズムを放送を使って拡大させようとするのは間違っている。これ誰が言ったと思った。これは当時の安倍総理が言っている。今考えるとね、とても知らないようになってますけどね、思いっきり無名なんで。ということで私は終わります。皆様こんにちは。特に NHK 職員の皆様こんにちは。本日はこの場をお借りいたしまして、いろいろとお話をさせていただきたいと思っております。私が考えていること、また私が Twitter で全国の皆さんから募った意見などもご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、今回こちらで凱旋を行うことを決めたときに、告知をした際に私が自分のツイートで、もしこちらの NHK 前に足を運べない方でも何か NHK にお伝えしたいことがあればご意見として受けたまりますとツイートしたところ、ご意見いただけました。まずその方のご意見からご紹介させていただきたいと思います。今の NHK に伝えたいこと、 ETV 特集は公共放送としての本質を属する番組だと思っているので、制作局を解体するような真似はせず守ってください。敗戦国にした責任を取って現状の国家的犯罪を隠蔽している政府を権力から引きずり下ろすのは放送局としての責務であり、受信料を徴収している以上義務です。そういった意見をいただきました。またですね、他の方からも伺うことはできないけれども、はがきや電話などで NHK に意見を伝えていきたい、もしくは私のフォロワーさんでも NHK のコールセンターに電話をしたという方などのご意見などもいただいております。ただすごく不思議というか、あ、ここでもお金取るんだなって思ったのが、 NHK のお客様センターのコールセンターの番号ですね、ナビダイヤル0570から始まる番号になってます。こちら有料の電話になっていて、フリーダイヤルではないんですね。確かおそらく30秒26円ぐらい取られる有料の通話だったと思うんですけれども、なんですかね、公共放送として皆様から意見をいただくのに、ちょっと通話料を取るのどうかなって、しかも通常の電話よりもちょっと高めのナビダイヤルを使うのどうかなって少し思ったんですね。あともう一つ、先ほど私がご紹介いたしましたツイッターのフォロワーさんからのご意見で、ETV 特集などそういった良心的な番組を作成する制作局の組織の解体ですね、
こちらをどうにかしてもらえないか、そういうふうにご意見いただいてたんですけれども、この NHK 公共放送とはいえ、一放送局内部の組織改編がネットでニュースになり、一般の視聴者が良識的な放送がさらに行われなくなるのではというふうに危惧するのは、現在の報道姿勢に不信があるからではないでしょうか。実際国会でも先ほど皆さんビデオトークでお話しされていたように、与党に都合のいいような部分だけ切り取って編集して報道されていることが非常に NHK 多いです。またですね、先日官邸内で行われました沖縄の県民投票についての辺野古のデモですね、こちらのデモも NHK は全くニュースで放送されてくれませんでした。2000人以上の人が集まったにもかかわらず、公共放送としてそのデモ活動をどのように行われたのかなどをニュースで取り上げないのはすごく不思議なことだと思っています。で、私考えているのは、今 NHK ってすごく現政権に忖度してますよね。安倍さん怖いですか？政権からの圧力怖いですか？私はこの先安倍政権が行おうとしている改憲、また国民主権、基本的人権、思想言論の自由が奪われることですとか、民主主義の崩壊が行われることの方がよっぽど怖いです。だから今こうして正しい報道を求めるために声を上げています。今現在この時間でも国会が開催されております。今の国会中継はどんなバラエティ番組よりも面白いと思っています。なぜなら人と人との会話によるリアルな攻防、それによりにじみ出るその人の本音、例えば安倍総理が言った私が国家ですとかですね、普通私が国家ですって一人の人間言いますか？もしくは死んだ場所とかもちょっとギャグじゃないんですよ。本気で多分思って言っているのがこうちょこっと出てしまう、こういったところが国会中継の面白さだと思うんですね。また野党議員は本当に限られた時間の中で国会の質疑中ですね、一生懸命安倍政権による疑惑の追及ですとか民意の無視についてなど戦っています。それに対する政権側のグダグダな答弁、のらりくらりと話をすり替え答えにならない答弁、こういったものを編集せずにぜひ放送していただきたいと思います。また最後にちょうど今日私凱旋に来ようと思っていたところで、昨日ですね、タイミングよくちょっと NHK と書類のやり取りをしていたところ、 NHK さんからお手紙が来まして、そこの封筒にですね、スポンサーはあなたです、NHK と書いてありました。先ほど男性もスポンサーはあなたですというふうに言っている NHK というお話がありましたけれども、私はこれを見たときに正直ちょっと苦笑いをせずにいられなかったんですね。スポンサーはあなたです、イコールスポンサーは視聴者であり国民であり、この受信料を払っている人たちだということを NHK 自体が表明しているわけです。で、実際それに応えて良識的な放送をしたいと考えている職員の方もいらっしゃることと思います。ぜひこのスポンサーはあなたですとご自身の団体で掲げているこちらの言葉、これを真摯に受け止めて、あ、真摯やばいですね、つい安倍さんの口癖が映ってしまいました。こちらを受け止めて、スポンサーである国民のために良識的な放送、嘘のない放送をお願いできればと思います。では私のお話は以上となります。お時間いただきましてありがとうございました。またルール、NHK のいわゆる放送犯罪ですよね、知る権利にきちんと応えない、公共放送として、我々の知る権利に応えなければいけない NHK が公共放送になりたがって我々の知る権利に応えないで、いわゆるデマの発信元にすらなっているという状況、これをちょっとまたルール述べていきたいと思います。2019年、1月18日 NHK の朝のニュース、厚労省の統計資料8の問題も計
民投票の実施を求めて、ハンガーストライキをしている方の話も取り上げ、どう評価するかという問題は別として、注目すべき話なのに、自分たちで勝手に作ったぬるめのぬるいぬるいお茶の間ニュースを流し続ける。NHK はそういう意味では、もはや報道機関の名に値しないと。あるいは、皆さん、覚えていらっしゃると思いますけども、コンビニがどっかで50円取り逃した。コンビニのコーヒー100円カップに150円のカフェラテを入れた疑いで逮捕。これニュースですかね。50円取り逃した。確かに犯罪は犯罪でしょう。まあ、常習犯でもあったのかもしれません。しかし、じゃあ、森友問題で8億円値引きしたことは、50円のちょろまかしより価値が少ないのか、あるいは107億税金を投入する加計学園の問題は、50円ちょろまかしたことより価値が少ないのか、加計問題、森友問題、与党政府官邸がずーっと引き伸ばしているんですよ。よくまだ森友加計問題やってるのかと言う人がいるけれども、それは真相を解明しない政府官邸与党の責任ですよ。野党が追及したことに与党はまともに答えない。だから長引いている。たった50円のエスカップのコーヒーを、さて、ごめんね、100円のエスカップのコーヒーに150円の M カップのカフェラテを入れた、これをニュースにするならば、加計学園、森友学園、あるいはさまざまなところで行われている我々の税金の無駄な投入をやめさせることの方が報道の意義に組みしてるんじゃないかと。さらにちょっと日露の領土問題の話について申し上げます。安倍総理は平和条約の問題をプーチン大統領と胸襟を開いて話し合いました。戦後70年以上残された課題の解決は容易ではない。しかし私たちはやり遂げなければならないと言いながら、実は経済協力の話ばっかりで領土問題のことは話をしていません。肩透かしもいいところですよ。我々竹島あるいは尖閣諸島についてはヒステリックに反応するけれども、北方領土はいいんですから。日本の領土の中で一番島として大きいのは択捉島ですよ。その択捉島を、はい、要するに4島返還を諦めて2島返還、歯舞台四股団というほとんど極小の何もないような、こういったちょっと失礼かもしれないけれども、まあ何もないものを求めて、そして択捉島を放棄する、日本で一番大きい島択捉島を放棄するようなことをして、しかもその択捉島さえもうすでに帰ってきません。本来は右翼の主張ですよ。これは4島を北方領土を返還するというのは右翼の主張のはず。我々は中立というか自分たちは中道だと思ってますけれども、安倍政権になってからやれ左翼だ左翼だと言われてますけれども、本来は
右翼が主張すべき択捉と北方領土、ちょっとバスが通過する前で待ちます。四島返還を我々が求めている。右翼は何をしているんだ。四島返還を求めないのか。ただただ経済協力をしてお金を払って何の見返りもなく、私は北方領土交渉をしてきましたというポーズだけ、国内向けのポーズだけ気取る、そういう政府になぜ右翼はきちんと向き合わない。いいよ、もう尖閣あるいは竹島、これらは我々ずっとやっぱり領土問題として大事だと思うけれども、四島返還、北方領土返還をなぜ安倍総理の下でウラジミールとファーストネームで呼ぶけれども何の候補もない。こんな政権交代させようよ。ちょっと NHK さんからちょっと話が取れましたけれども、ただNHK はその共同記者会見の中で北方領土という言葉を使わないんですよ。北方領土、これはロシアからの要請だと思いますけれども、北方領土という言葉を使わない、かえって北方領土という言葉を使わない。さらに言いますと、露骨だったのは共同記者発表後の NHK の報道です。日露首脳平和条約の交渉加速確認も具体的進展は見られずという記事を配信しましたけれども、 NHK は NHK ニュースの公式 Twitter アカウントでは安倍首相平和条約交渉さらに前進するよう指示と見出しを改変しています。このダブルスタンダード、これこそが今の NHK の正体ですよ。だから受信料など払う必要ないんです。いいじゃないですか、僕もあの裁判に訴えられたら堂々と法廷で言いますよ。この放送法違反を、いわゆる放送犯罪を堂々と言って、これがいかに我々の知る権利を損ねているか。皆さん、あの受信料払う必要ないです。僕が言って最初に裁判所に呼ばれてきっちり反論してきますよ。こんなもん、閣議決定で、NHK の通信、いわゆるスマートフォンやパソコンなどに、あの常時、いわゆる東京テレビと1チャンネル、2チャンネルですか、総合テレビ、E テレが、通信でもスマホでもパソコンでも受信料を課金されることになりました。なりましたというか、その改正案を今出しています。実質税金みたいなもんですよね。我々の見なくて済む権利っていうのはどこに行ってるんだと。今のくだらない NHK の放送、ごめんなさい、 NHK の、文化部の人たちには申し訳ない。文化部の方々はチコちゃんに叱られるであるとか、あるいは障害者の方々の放送を一生懸命やってらっしゃる。ところが政治部のせいで組織改変が行われて、その上でパソコンやあるいはスマートフォンでも
中心では皆さんに加算されます。そこまで金が取りたい、だけどその価値に見合う放送をやってるのかどうかっていうのはまた別の話です。本当に皆さん受信料払わなくていいですよ。 NHK や東京府政の根本厚労大臣への不信任決議議案説明、これ立民の立憲民主党の小川議員の渾身の演説ですが、先ほどもリレートークの中でやりましたけれども、1時間59分の中でたった5回水を飲んだだけでそのことをニュースで取り上げる、中身を取り上げないで1時間59分の中で5回水を飲んだという報道ですよ。おかしくないですか。それともう一つ、沖縄辺野古基地の問題です。沖縄辺野古基地はちょっと待ってください。沖縄の辺野古基地、皆さん高速高速路文字ご存知ですよね。何兆円も投入して結局入るんですよ。沖縄の辺野古基地はおそらく同じ道をたどります。高速上昇高速料文字は何兆円も投入して結局実現しないと言って、我々の税金は消えていった。同じように辺野古基地も建設は不可能です。なぜならば高度何メートルという飛行制限があるのに、その飛行制限を守れない。そして何より軟弱地盤が90メートル水深にあるのに、日本の今の技術では70メートルしかその地盤を固めることができない。90メートルの地盤を固めることができないのはもう明らかです。何年も経って、何年も経て、あるいは何兆円という税金を我々の決定ですよ、決定を投入してそれが実現できない。結局ウォッチと一緒、やっぱりやめたということになるわけですよ。それ以外の選択肢はないわけですよ。なのに2月24日の沖縄県民投票の結果を最初から無視して、いずれにせよ辺野古が唯一の解決策だという安倍政権に欺瞞はないのかと、それを問いかけるのは NHK だろう。 NHK はそういう役割を公共放送だからこそ持っている。なのにそれを放送する、そういう意見を放送することなく、文字の例、あるいは今の辺野古基地のおそらく先行き不透明なというか間違いなく失敗します。それをただただ政権の都合のいいように垂れ流す、これが公共放送のすることか。最近 NHK のニュース、安倍総理が散歩されました。安倍総理が誤解職なさいました。安倍総理がお買い物されました。安倍総理がフグをお食べになりました。どこの国の放送なんだよ。 NHK 恥ずかしくないのか。安倍の一挙手一投足を散歩された、フグを食った、知らねえよそんなもん。
偉大なる安倍様の声の伊豆エチケート言われてもしょうがないんじゃないか。また沖縄の県民投票に戻りますけれども、完全な印象操作ですよ。有効投票の 71.7% を沖縄ヘルボクシー反対が急いだわけです。ところがNHK が見出しに出したのは、反対が有権者全体の 37.6% だと。それは見出しが違うだろう。反対が 71.7% なんだよ。同じこと言えば、県民投票有権者の選対の反対がたったの 37.6% でしかないと騒ぐ、いわゆるネトウですね。そういう連中がいるけれども、じゃあ他の選挙ではどうだったのか。2017年衆議院の比例代表での自民党の得票率は33.28。 沖縄の県民投票の反対は37ですよ。自民党の得票率は32です。こういう具体的な数字を NHK は全く示さない。絶対得票率に至ってはわずか 17% です。数字をちょっと言葉で言うとなんか分かりにくいかもしれないけれども、反対は37% しかないというような印象操作は勘弁してほしいと。 70% 以上が沖縄のヘルボクシーに対しては反対なんですよ。なのにそれを見出しを有権者の 37.6% が反対だったっていうのは異常な印象操作でしかない。なぜ有効投票数の 71.7% は反対だったということを言わないのか。非常に非合理的、多分分かっててやってるんです、こういう印象操作は。あと、まあ最後に辺野古のことについて言わせていただくと、90メートル下の地盤はマヨネーズ状だと、とてもとても危機に建設に耐えられるものではないというふうな調査が出ているのに、なぜか防衛大臣は 70メートルまで、70メートル以下のところは硬い岩盤だったということが詳細な調査で分かったと。じゃあその詳細な調査結果を示してもらおうじゃない。その70メートル以下の地盤が硬いということを調査報道で調べるのは NHK の役目じゃないのか。 NHK はなぜそういう発言を垂れ流して自分たちでその調査の結果を開示請求しないのか。こういうところに NHK の報道の甘さというか、官邸のプロパガンダと言われる由縁があるわけですよ。皆さんもう一度言いますが、こういう NHK にただただひたすら自動引き落としですか。僕は自動引き落としやめましたよ。毎月毎月払う方式に変えて毎月毎月断ってます。受信料は払う必要はない。 そこには法的根性があります。
我々の知る権利にちゃんと応えてないという NHK の放送法違反、まあ、放送犯罪です。そこをきちんと考えれば皆さんに NHK の受信料を払う必要は全くありません。ここを認識していただければ非常に本日はありがたく思います。ありがとうございます。皆さん、日本中の皆さん、本当の情報を知って、安倍政権もう6年続きますよ、6年間、私たち、もう安倍政権でとっくに終わってるんですよ。ちゃんとね、報道してもらえば NHK そして他の情報局もきちっと情報を、伝えてもらえばどんなに安倍政権戦後最悪、戦後最悪の安倍政権ですよ。いつまで総理やってるんですか。そしていつまで総理やらしてるんですか。これはもう罪ですよ。皆さん、もう報道とかじゃなく私ちょっと見た報道でこれは危険だと思って、集団的自衛権ですね、集団的自衛権で安倍さんが一国では守れない、これから密接な関係がある国と守る、またね、そういったこと言っておかしいと思って、私自分なりに、調べました。ネットデモ一覧、集団的自衛権デモ一覧というところを見たらデモがいっぱいあってますね。それは安倍政権、デモ、安保法、それも12万人とかありました。なんかちょろっとあったみたいですよ。ほとんどの方がもう忘れています。でもこの7万人、6万人、5万人、4万人ずっとあってます。デモはでも報道されません。どうして NHK さん、普通に情報を見ててもわからないんですよ。困ったことにね、安倍さん忖度、内閣人事局とかね全部されてるから、安倍さんもこの国独裁国家始まってますよ。一刻でも早くやめさせないと安倍さんなんて言ってると思います。このまま安倍政権続くと皆さん誰も幸せになりません。 1% しかね、怒りましょうよ。情報でね、与党の国がどうとかって言ってる場合じゃないんですよ。この国がやばいんですよ。やばいよやばいよ安倍政権ね、本当にね、笑ってる気でもやばいよね。広めていきましょうね。で、若い子シールズとかの男の子も ね頑張ってましたよ。若い人声上げましょうよね。安倍政権で私たちの人生台無ししないでくださいね。とにかく報道、デモ一覧とか見るとね、辺野古、辺野古の埋めた辺野古とか築地とか、それから PTT、 いろんなデモ、安倍政権のデモ、何も韓国のデモとかね、北朝鮮のデモとかあってませんね。なんかね、ほとんど安倍政権に対するデモが載ってますよね。街中、とにかく日本中の人、一刻でも早くオレオレ詐欺、振り込むなら安倍派手詐欺、投票しないでくださいよ。本当に安倍さんにこのままね続くと行き着くところ、知ってます皆さん、知ってます。憲法を変えたいと言って憲法改正に取り組むとかね言ってるんですよ。その憲法がどうなってるかご存知ですか。で、皆さん、憲法というのは国民を縛るものなんですよ。で、国民を縛るものなのに憲法を変えたいって報道がね、いかにも変えたらいいみたいなね、報道してるからね。で、いいんじゃないの、9条時代に合わせて変えた方がいいんじゃないのとかね、間抜けな話になりますからね。変えたらあかんでしょ。どのように変わるか知ってますね。9条変えたらもうね、そこらちに武力行使ね、なっちゃってね、私たちの税金で武器買っちゃって一機100億円の戦闘機 F35 とか、皆さん知ってます、100機とかいろいろ買ってるんですよね。いろんなもんね、細かいこと分かんないけど、安倍さんで戦闘原発貧困だってめちゃくちゃ許せないですよこれね。私たちの税金で武器買って私たちの子供を孫戦場に生かして、そして
憲法を変えて言語も変わります。これ安倍さんだから言語変わるんじゃないですか。これね、安倍政権だから言語変わるんですよ。天皇もね、安倍さんがちょっとやばいからね、憲法変えたくないために皇室典範で本当は長くかかるのに、だから他のね、本当に安倍さんだったら憲法変えたくないためにこのそこら辺ちょっとありますよね。とにかく今言った通り武器買います、基地作ってます、沖縄も。そして憲法変えます、全て変えたいと言ってるんですよ。全て原文から全て変えたい。これね、あの街角で私たち全て変えたいと。これ国家クーデターですよ。そして言語も変わる。そしてあの国民投票第一次内閣というのが作ってますよね。そして国民投票に入り込む骨抜き状態ですよ。皆さん、日本中の皆さん、危機感感じましょうよ。 NHK の皆さん、ちゃんと報告してね、本当にね、明るい日本というか、なんていうかな、本当に見当ない日本になってます。本当にね、とんでもない日本、嘘つく方がうまくいないけどね、とにかく NHK さん、罪深いですよ。本当にね、一刻でも早く、もうね、何回終わってるかちゃんと報道してもらってもらえば、私も街角で声出してます。メディアが言わない、言ってれば、私が言ってます。私もメディアでちゃんと言ってる、知ってるのに、分かってるのに言わない、私たち、私も個人で声出してます。でも本当にね、分かんなくって、報道で何も言ってないから、通りがかる人は何の興味もなく無関心だった多い。そして興味がないとか言う人いますけど、とんでもない国ですよ。で、お金取られたら怒るでしょ。情報取られてます、命も取られますよ。このまま命も自由も報道も何もかも安倍政権でほとんど何一つ良くなりません。ね、これ報道の皆さん、働いてあなたたちも危険なことなんですよ。怒りましょうよ、みんな、国民が。とにかく声出していきましょう。情報をね、ちゃんとね、報道しましょうよ、頑張りましょう。じゃあ、頑張りましょう。はい、そうですよね。日本はかなりちょっと、これでいいのかという状態になっていると私も思います。でも放送がなかなか、放送というか報道機関がなかなかそれをちゃんと報道してくれないから、もう私たちもそうだし、今の彼女もそうだし、こうやって街中で皆さんにちょっと考えてくださいよっていうことを、こうやってやってます。で、私今日というか、ちょっと初めて知ったんですけど、お友達ながら、なんか3月1日に衆議院の本会議ですか。で、小川議員っていう、立憲民主党の議員の方が、根本労働厚生労働大臣の新任決議案を野党として出して、その説明を国会でしたんですね。で、それが夜の NHK のニュースナインで報道されたそうです。で、それを上西律子さんっていう、法政大学の教授の女性の先生が、分析してるんですね、その報ニュースナインの報道の仕方を、その国会質疑について、小川議員の質疑について。で、その取り上げ方がすごくもう編集が、こんなのっていう感じで、まず始まりが、小川議員が、最近総務省ですね、統計についての情報を国民に募集して、いろいろ見てるそうなんですけど、それがネット上では、今まさに統計っていうのは、統計が捏造されたとか、そういうことがかなり国会で問題になってるじゃないですか。で、それにかけて、いろいろ、なんて言ったら、こういう案もどうだっていうか、どうだっていうものを国民の声ですよね、国民の率直な感想ですよね。それをまず紹介したんです。で、NHK が取り上げたのは、小川議員の発言として取り上げたのはそれだけなんです、最初に。でも、小川議員もその後、今の統計の不正とか、
あのいろいろ国会とか予算委員会とかでいろいろ取り上げられて、政府はそれに対してきちっとした答えをしてなくて、そういうことがはっきりしないままで予算を可決するなんてことはとてもできないということで、そういうことをもうかなり時間かけて丁寧に発言したんですね。そういう部分は全然カット。あの小川議員とか野党がなぜ元厚労厚生労働大臣を不信任案を出したのかということは、そういうことは何にもわからないまま、小川議員の言葉で語る、本人の言葉で語った部分はもうかなり時間近くあるんですけど、それ全然カットで、だから見た人には全然伝わらなくって、最初の統計に対してのね、まあ、皆さんのちょっとやりするようなっていうか、ちょっとユーモアのあるそういうことしか伝わらないんですね。いかにも小川議員が理論的じゃなくてそういう言い方したみたいな、そういう印象を与えてるんですね。 でそれとあと発言は全然カットで、なんか何回かその中で水を足して何時間2時間ずつ喋ればどれかあったら水飲みますよね、小川議員だって。でその水を飲んでる部分だけ2回とか流したんだそうです。で それにかぶせてなんか与党の議員がなんかまあ長いなとか、まあ、なんみたいな、そういう表情をアップで映したりとか、そういう編集なんです。で最後に根本大臣が出てきて、で野党は反対のための反対で、こんなに時間をだらだら使うことを、こんな無駄なことをすることを国民は嫌がってますよねみたいな、そういう発言を最後に根本議員が、根本大臣がしたと。そこはしっかり最後に根本大臣が自分のそういったことはしっかり放送されたんです。それとあと出て最初に戻りますけど、小川議員も根本議員もやっぱ根本大臣も自分が発言するときにはまず議長とか議場に向かってこうやって挨拶するそうなんですね。でも小川議員のときはその挨拶部分は全然映さなくて、原稿持ってきてすぐ発言したみたいな、そういう取り上げ方をして、で最後の根本大臣の時はこう丁寧にやりやすく議長と議場の皆さんに向かって礼をしたという、それまでちゃんと映すんですね。でさあ皆さん、こういう取り上げ方ってよく言いますよね。官邸も安倍首相の官邸も言ってますし、 NHK も言ってますし、公平公正な報道だと思いますか。ねえ、これが公正公平平等な放送でしょうか。私 NHK の皆さんにも本当それを伺いたいんですね。もう何のために皆さん今の仕事なさってるのかな。世の中にいろんな意見ありますよ。別に安倍さん賛成でも、安倍首相が本当に自分がいいと思ったら賛成でもいいんですよ。でもみんなの意見を、いろいろある意見をちゃんと同じように、変なところ、必要なところをカットしないで、例えば小川議員が野党としてこういうことで不信任案を出したんだってことを言うなら、それはメインでしょ。それがメインですよね。それを全然報道取り上げないなんてちょっとすごく不公平だと思います。それぞれの主張をちゃんと取り上げてこそ、国民は、まあ、私は野党の方が正しいと思うとか、私は与党の方が正しいと思うとか判断できるわけで、それを最初からなんか野党に不利なような編集して、でしかも話してるのは野党の方がずっと長いんですよ。それなのに野党に不利なような編集してそれを放送するっていうの、本当に最近の NHK、 私こういうのを、まあ、なんか言ったことには、言ったことには公平公正だとか言うけど、全然そうなってないと思って、私自身はその入賞機会に来てないんですけど、その上西先生の書かれたものを見てすごく腹が立ちました。ということと、あと先ほど男性の方が話したことで、沖縄に関することで私もすごく共感するので、ちょっと私も話させていただきたいんですけど、沖縄の、県民投票ですね、辺野古基地建設反対か賛成かどちらでもないかっていう、あれをやったその会場の時に、私もたまたまその会場の翌日の朝ですね、NHK のたまたまニュースをうちの、まあ、家の人が見てるもんでパッと目にしたんです。でその時に全有沖縄県民の有権者のうちの何パーセントかっていうので、反対賛成どちらでもないぐらいパーセント出てて、さっき言われたように反対が 37% なんです。で私はそれ見て、私自身は
その権利拠付というのは有権者の 25% 以上が例えば反対すれば、それは効力を持って県知事がアメリカの大統領とか首相にちゃんと沖縄に県ですと言っていけると、そういうことを聞いてましたから、25% で、その前の場合は 25% クリアばかりにいたんですよね。あそこは 25% を4分の1かとか思ってたけど、その翌朝の NHK の 37% を見て、25% クリアどころか、いきなり以上上乗せして 37% が、有権者の 37% が反対なんだというふうに私は理解したんです。でも、考えたら、それって普通に見れば、なんで 37% かっていう、さっきね、いろんな人がそういうことで、有権者の 37% かとか言ってるっていう話になりますよね。でも、投票した人の 37% じゃないんですよ。有権者の中の 37% だから、投票してない人で反対してる人だっていますよね。で、これ例えば世論調査なんかするとき、 NHK さん世論調査するとき何人だか知らないけど依頼しました、アンケート取りました、そのうちの例えば半数が答えました。だから半数が答えたうちの50% が安倍内閣支持でした。だから安倍内閣支持率は 25% っていう、そういう出し方してますか？そうでしょ。だって全員NHK さんだって世論調査するときに何世界か電話か知らないけど、そこに当たって回答が半分の人から回答があったと。でそのうちの半分が安倍内閣支持だったと。そうした場合に、今の沖縄の県民投票の結果の方法の仕方からすれば、当然回答した人が当たった人全体の中の何割であろうと、当たった人全体、答えない人も含めた中で安倍内閣の支持がこれだけあったっていうふうに言われておかしいじゃないですか。さっきの 37% っていうのなら、だから安倍内閣支持率 25% って言うべきじゃないですか。だから逆に言えば、世論調査だけなんだって反対してない人は反対と賛成か分からないじゃないですか。それを全然無視しちゃって、例えば沖縄県民の反対は 37% しかいませんっていうのはおかしいじゃないですか。で、大体だって投票した人の 77% が反対なんならば、投票に行かなかった人、行けなかった人の中にだって、それに近いぐらい本当は反対なんだけどなって思う人がいたっておかしくないじゃないですか。それをなんか 37% を強調するのは本当に正しくないと思います。で、世論調査と同じように、沖縄県民投票で投票率が 50% で、そのうちの 74% ですかの人が反対だったという、そういう報道が普通じゃないですかと思ったのと、あとさっきもう一つ、内閣地盤が90メートル深さまでありますっていうのがずっと言われてましたよね。で、なんか最近どうでしたいくですか、防衛大臣が、いや、70メートルまでで、それから先は変動室の硬い地層があることが分かりましたって言ったんですよね。で、その 70メートルと90メートルの違いっていうのは、今まで90メートルまで軟弱地盤があって、防衛省もそこまで柱を立てて、なんか土の固めた柱を立てて地盤強化しますって言ってたんですよ。でもそんなこと、いつになったらできることやらで、日本には70メートルまでの柱を立てる機会しかないし、世界的に見てもそんな70メートル以上もっと深くまで柱を立てたなんて経験はないわけです。だからこんな本当に非現実的なことだということで、それは普通皆さん思いますよね。そしたら突然に防衛省が、いや、調べてみたら 70メートルまでは軟弱地盤だけど、それから下の90メートルまでは、だから70メートルから90メートルまでは粘土質で硬くなってたと、調べたらそうなってたと。で、そこでまた NHK さんにお願いなんですが、それを言われたまんま報道するって報道の役割じゃないと思うんです。だって私たちにしろ、国民にしろ、みんな普通思いませんか？今まで90メートルまで軟弱地盤で、でも実際には70メートル
のところまでしか工事ができないわけですよ。機材もないし、経験もないし、世界的にもそんな経験なくて。で、それ、そういうことがすごく問題になってて、そしたら途端に、いや、そこの先は、固かったっていうふうに言うんですよ。いや、根拠は何って、そう思いませんか？ねえ、じゃあ、なんか調べた結果だと言われるから、いや、その調べた結果をちゃんと出さない限り、それは信用できないじゃないですか。思いませんか？私なんかの仕事でも本当にそう思うんですよね。皆さん思いませんか？それを天下の NHK が言われたまんまに報道しちゃおかしいですよね。そこで天下 NHK、そう、マスコミとか報道関係者誰かこそ、そういうことに本当に疑問を持って、これは言ってることの根拠は何だろうとか、本当に正しいんだろうかとか、そういうふうに、思って、ちゃんとそれを追及してほしいです。政府に、じゃこの根拠がないと、これは報道できません。90メートルの先までは、軟弱じゃなかったということの調査の結果をきちんと明らかにしてください。それを聞いて示すのが報道の役割じゃないですか。私たちは素人的に、素人ながらちょっとおかしいなと思っても、そんなこと直接ね、防衛省に行って聞くわけにはいかないし、そんなこと言っても問題にならないだし、そういうことをちゃんと確認して、みんなに国民に知らせてもらえるのが、マスコミの役割だと私も思うんですね。だから、そこのところ、もっと NHK さん、もう今このまま言ったら、逆に、皆さんがなぜ働いているのか、もう、やっぱり高い志を持って入られたんだと思うんですよ。まあ、そうでもない、お金出てくる人もいるかもしれないけど、やっぱりには、やっぱり高い志を持って仕事してほしいし、でも、そういうことが、こんなこと繰り返してたら、ますますできなくなっちゃうと思うんですね。だからもうこのところはぜひ踏ん張って、やっぱさっきあった国民のなんとかですか、国民のために国民の方を向いて、ちゃんと私たちが知りたいことを報道していただきたいと思います。もうですね、予定だと終わってたんです、このトークリレーは。しかし、もう時間内では収まらないほどのたくさんの NHK の忖度放送、忖度放送、デマ、あまりにも偏った国民にですね、嘘を垂れ流した放送、情報難民を作り出すこのやり方、とてもじゃないですが1時間でも終わりませんよ。そういうことで続けさせていただきます。私今日家を出る前に NHK の放送を拝見しました。まずちょっと応援したいのがあります。応援したい内容があります。NHK ライブの文化部、福祉部の皆さん、福祉部の皆さん、NHK の今の問題、情報を正しい、公正、公平な報道しない、この問題を重要視して立ち上がった文化部、福祉部の NHK の関係者の皆さん、応援しています。立ち上がってくださり本当にありがとうございます。国民はあなた方の味方です。たとえ私たちが見ていないところで、上部上の人間から圧力を受けていたとしても、どうか無理のない範囲で分けないでください。無責任に頑張るとはちょっと言えないですけれども、ただ私たちは、国民は公正公平な報道をする一部の NHK の関係者の方々を心から応援しています。負けないでください。そうなんです、中で戦っている真のジャーナリストの方々もいるんです。そんな中でジャーナリストの字の字も言えないような
事務のもう編集責任者の方々、恥ずかしくないですか？これから言う内容、私も口にしていて、こんな放送する国に生まれたのかと、恥ずかしいですよ。どんな放送か、国会での安倍さんの話を切り取っていたんですけども、今皆さんもニュースでニューに入っているんではないでしょうか。統計の不正、これは大問題なんです。この統計不正、責任問題がどこにあるのかというような話が国会で繰り広げられているわけなんですが、これ野党の方々がこの統計をもし正しい計算をしたらどうだったのかということを試算しました。そうすると実は実質賃金、実質の賃金指数の伸び率は2018年、昨年もマイナスだったという話を野党の方々がしている。これが事実かどうかということは私の知識だけでは出すことできませんでしたが、いずれにしても賃金が伸び悩んでいるというこの傾向は変わらないわけなんです。にもかかわらず安倍さんが統計不正、嘘なんかつくわけないじゃないですかなんて言って、その理由をこう言ったんです。アベノミクスが、まあ、言い方、正しい言い方はごめん忘れちゃったけど、こんなにうまくいってるのに嘘つくなわけないじゃないかって言ったんですよ。うまくいってないじゃないか、うまくいってなかったんだよ。アベノミクスは賃金の伸び率が上がるその力を出せていないんです。統計を不正したことで私たちは日本の経済がよくいっているっていうふうに錯覚させられていた。安倍さんのその話の後に野党がちゃんとその話をしていたにもかかわらず、 NHK の政治部の方々、その関係者は野党のその話をカットして、まるであたかも安倍政権はうまくいっているかのごとく放送した。うまくいってなかったんだよ。わからないのかな、 NHK の方々は国会見て いないんでしょうか。そしておめでとうございます、 NHK の皆さん。皆さんというか、あの忖度している方々、インターネット配信決まりましたね。これによってスマートフォン、携帯電話を持っている方々は受信料を払わざるを得なくなります。2019年の今年の今の国会で決めようとしているのか。おめでとうございます。あなた方 NHK が政権に忖度したことでこれは叶ったんではないかなと言わざるを得ません。客観視してそうとしか見えないんです。今日この場に来たかったけどどうしても行けない、そういった方々たくさんいらっしゃいました。皆さん、真実の放送を心から望んでいます。こんなこと言ったら悔しいかもしれないけれど、
ユースの NHK と呼ばれた、あ、ユースの TBS、ごめん、ユースの TBS と言われたあの TBS、一時はね、ちょっと、あれ、変わっちゃったかなっていう時がありましたけど、最近、TBS はちゃんと報道してますよ。昨日も、森友問題を番組で取り上げて、忘れさせない、流させない。そして、県民投票の際にも、即座にすぐ速報で反対数多数と、速報で流した TBS、比べるのは本当にしたくないんだけれど、見習ってくれ、NHK は、公正公平な放送するというのが、放送法第4条とか何かで入っているんじゃないのか、放送法違反です。放送法違反です。許されるはずがありません。国民は正しい情報をもらえていないどころか、デマを手にして今日も暮らしています。そういうお前はどうやって情報を得ているんだ。悲しいから NHK じゃないんですよ。インターネットで調べるなり、日報の方々の放送を見るなりして情報を得ています。この県民投票のパーセンテージ、他の方々も話していらっしゃいましたが、投票をした方々、その有効投票 71.7% が反対だった。これを出すことなく全有権者から割り出した少ない数字で、あたかも反対者数がこれしかいないんだというような報道の仕方、腹立たしい、あまりにも腹立たしい。いいんですよ、そういう考え方を持っている人がいてもいいんです。ただジャーナリストの方というのは、政権に立ち向かう、政権を監視するのが仕事なんです。そういうふうに習っているはずなんですよ。本当はこの仕事をされる前に、先輩方とかあるいは学校でそういうふうに勉強してきたはずなんです。だから戸惑っているでしょう、きっと。戸惑っている方がいてもおかしくないんです。なぜなら政権を監視するどころか、国民に正しい情報を流さず、政権にとって都合のいいところだけを切り取って報道するデマです。本当にやっているんだよっていうことは言い訳にはなりません。いる私含めて皆さんもそうですが、暇じゃないんですよ。暇でここに来てるんじゃないんですよ。やることあるんですよ。みんなその時間を割いてここにいるのはなぜなのか。別にあなた方を構えたくて来てるんじゃないんですよ。
の放送をしてくれ、 NHK の政治部の方、お願いだから、国民に公正公平な報道をしてください。よろしくお願いします。これは NHK だけじゃないんですけども、水道民営化に関してなんですが、どの局もほとんど報道せず、国民が知らない間に可決されました。こんなの憲法違反じゃないですか。今この国では6人に1人が子どもの貧困です。そういう家庭は公共料金滞納することなんて本当毎月のようにあると思います。水道料金滞納したら止められます。それが民営化ですよ。子どもたちが、ご家庭が蛇口から水が出ない、それでいいんでしょうか。子供たちがペットボトル持って公園の水を汲みに行く、そんな扱いさせられる、そんな国でいいんでしょうか。NHK さん、それでいいんでしょうか。この間は苫小牧で大きな地震がありました。 CCS、 これの影響でしょう。鳩山さんは地震の前にツイートしています。それを電源はすぐさまデマと流しました。ちゃんと調査したんでしょうか。それを東京湾でもやってるってどういうことなんでしょうか。そうです、東京湾で大地震が起きますよ。NHK さん、ちゃんと調査して報道してくださいよ。本当にお願いします。この国が壊れます。ちゃんと NHK さん報道してください。よろしくお願いします。会社員の方々も通っているかと思うんですが、我々の主張はいろいろ申し上げましたけれども、ちょっとここで2つの記事を紹介したいと思います。1つは週刊誌です。これはコーテーションで申し上げますけれども、安倍政権になってからの NHK の報道はちょっと異常ですよと。私は昨年6月から受信料の支払いを拒否しています。怒りの声を上げるのは立教大学非常講師、非常勤講師なども務めるジャーナリストの小田切誠氏。ネットの声でもここ数年で NHK のニュースが随分官邸寄りになったとよく聞かれるというふうに問われてます。1月25日に厚労省の厚生労働省の不正統計問題の内部調査を厚労省の職員がお手盛りで行っていたというアベノミクスの根幹を揺るがす大問題が多くのメディアで報じられていました。ところが
NHK ではいいですか、 NHK では厚労省不適切な統計調査と報じるだけで何が不適切なのかは一切説明せず、視聴者が本質を理解しがたい抽象的な報道に終わりました。これが NHK のやり方ですよ。具体事例を示さず、なんとなく煙に巻くやり方。さらにこの記事ちょっと続けます。実際にニュース7ではインフルエンザ流行トップ4分40秒、他に3分以上が大雪情報、テニスの大坂なおみ選手の活躍、女子大生不明事件などを報道。不正統計問題はなんと第6番目です。6番目に報じられて、その時間はわずか49秒。選抜高校野球ニュースの半分以下です。また1月6日のいつものいつもいつも言ってますけど、1月6日の日曜討論、これ安倍総理がインタビューで答えてる内容です。とてもとてもいわゆる討論ではかなわないと思ったんでしょう。1月6日放送された安倍総理のインタビュー、これは録画です。録画の中で何を言ってるかというと、辺野古の埋め立てによる環境破壊問題に関して安倍晋三総理は、サンゴは他の地に移植をしているというデタラメ、サンゴを他の地に移植しているというデタラメ、 NHK がそれをそのまま垂れ流すわけですよ。そうしたら我々は知る権利を侵害されて、安倍総理が言ったんだからサンゴは移植されてると思うじゃない。実際にはサンゴはその地域から移植されてませんでしたよ。その検証もせず垂れ流している NHK は何なのかと。でたらめデマ、これを振りまいてるのは今の NHK の報道ですよ。デマの根拠は NHK になってる。これが公共放送がやることかと。公共放送がデマを振りまいていいのかということですよ。まあ何の検証もしない、そのまま放送する、録画なのに。生放送なら仕方がないのかもしれない、録画なのに、まあ録画だと都合が悪いんでしょうね、安倍総理は部が悪いから。だからあえてサンゴは移植したという嘘をそのまま垂れ流す NHK。 こんなところに受信料は払えないよと自分は思ってるから受信料を払ってません。また NHK の上田良一会長、公共放送と政権との距離が適切だと問われて何と答えたか、答えを控えさせていただきたい、アホかと。適正な距離を保つのが NHK の役割ですよ。それを否定してるんですよ、 NHK の会長が。さらに言うと、強行採決された
改正入管法にしたって、実態は外国人雇用法です。この本質を見ずに NHK の垂れ流し、安倍政権の垂れ流し、これは端子に値せずにって過言ではない。本来なら右翼が言うべき主張なのに、なぜ我々がこれを言わなければいけないのか。右翼が何も言わないからだよ。我々は真っ当な批判を NHK あるいは政権に対してバスが通ります。真っ当な批判をしているんだよ。政府に都合の悪いそういう忖度をした解説はやめろ。NHK に本当に言いたい。この信じがたい、ある意味では黒い蜜月というのかな、もう NHK と、まあ、政権の、すいません、NHK と政権の関係というのは、そういうことはずっとあったかもしれないけれども、これだけ露骨なことはないですよ。本当に我々今の状況で受信料を払う必要はありますか。皆さんの払っている受信料が その黒い熱血を支えているんですよ。払う必要ないですよ。もう一つちょっと勇気をもらえる記事を紹介します。 NHK 最後の両親に異常事態、 ETV 特集、ハートネット TV の制作部署が解体の危機。これは NHK の制作局が大規模な番組改編を検討しており、 ETV 特集やハートネット TV などを制作する文化福祉番組部が解体の危機に直面しているということです。ここの文化福祉番組部の72名全員が組織改編に反対の声を上げています。頑張れー。それこっちに向けてくれる。そうだね、こっちに向けます。NHK の皆さん、 NHK の皆さん、 NHK 本局の皆さん、 NHK が今組織改編をしようとしている文化福祉番組部の解体、これに反対してください。文化福祉番組部、素晴らしい番組を作っている。この72名が決して不利益を受けないように、NHK の皆さんは考えてほしい。特に NHK の労組、聞いてますか。このイーテレあるいは総合もそうですけども、さまざまな部門で社会的弱者や教養部門を支えている人々を解体するような組織改革は絶対反対だ。 NHK の首脳をその解体する意図をなぜなのか、
明らかにしていないレベルでの組織解体、組織改革、おかしいだろう。文化、復讐、きちんと守らないと、その傘下にあるチコちゃんに叱られるが怒るぞ。チコちゃんに叱られるをなくすつもりだ。金曜日に放送して土曜日の再放送の方は視聴率が高いだろう。チコちゃんはそんなに求められてんだよ。福祉、文化福祉、そっちの組織解体をやってはならないぞ。今まで NHK の両親と言われた福祉、文化、その解体をその72名の部員とともに我々は支えるから、必ず支えるから、その組織改変をやってやらない。チコちゃんを守るぞ。よし、じゃあ助っ人も挨拶して終わります。じゃあ最後に挨拶して終わらせていただきます。今日本当にこの場をですねお借りして、耳を傾けてくださった皆様、本当にありがとうございました。お騒がせしております。とてもこんなことをしたくないんですけれどね、本当はね静かに家で寝てたいんですけどね。 TV の皆さんも本当にお疲れ様です。本当にすみません。今日ここに来れなかった皆さん、海外にいるから、地方にいるから、遠方で来らない、そういった方々の思いも一緒に届けられたんではないかなというふうに思っております。どうか今日ここを歩いている皆さんは、そういった方々もいるんだと、 NHK に言いたくてもここに来ることができない人もいるんです。そういった人もいる中で直接伝える、立ち向かう、そういう勇気をぜひ皆さんも持ってほしいと思います。心に抱いた違和感、不信感、それをぜひ忘れないで、恐れず立ち向かってください。真実の放送を心から願っています。皆さんありがとうございました。 NHK の皆さん、福祉部文化部の皆さん、頑張ってください。応援しています。お疲れ様でした。